百0新英図殿、大京小京小橋は、中国語圏末期の女性、教皇の娘、姉は大橋、周遊の最小。聖子では、教皇の娘で、周遊の妻としか記述がない。三国士周羅伝に記述がある。199年12月、姉と共に、官城を占領した、孫作軍の捕虜となり、周遊の最小の一人に加えられた。敗中の、 公表伝には、孫作が小橋をめとった周遊に、教皇の二人の娘は故郷を失うことになったが、我々を婿にすることができたのだから満足だろうと言ったという。婚姻直後に、姉や演術、劉伊佐夫の妻子らと共に、クレ組へ送置された。周遊との間に子がいたかは不明である。小説、三国志演義においては、いわゆる、妄想公文など一部の半本において、 生を、今日に改められ、正教と称される。人魚落岩平月八花ほどの絶世の美女とされており、二人合わせて、高等の二隆子と呼ばれたことになっている。妻となった権威は語られていない。孫作の死後、夫と一緒に孫権を補佐している。石壁の戦いでは、曹操が二隆子を奪おうとしていることを、諸葛亮からほのめかされた周囲が、これに激怒して、 海戦を決意したことにされている。夫の死後、諸葛亮の哀悼文では、似合いの夫婦を賛美する。唐の土木の死、赤壁という死では、東風不値就労修瓶、同弱春深さに高しと読まれ、二教の名に触れている。また、北曹の詩人の素食の年度教という死では、春花草公金当年、小教初嫁亮、有志英発、羽、大木林金。 断昇官保柱やぐらばい非縁滅と歌われている。洋安筆記では、聡明で優しい美女の一人として、名が上がる。京劇、鳳凰に高しでは、京縁という名で登場する。ありがとうございます。